どうも、アズモッチです。今日は埼玉県の大宮にやってきました。大宮駅のルミネ。今日僕はね、あるセレクトショップさんからお呼ばれしました。どこでしょうかね。ということで早速行ってみたいと思います。本日はジャーナルスタンダードレリウムの、ルミネ大宮店にやってきました。なぜやってきたかというと、前回僕リーガルのレリウム別注サイドゴアブーツを紹介したんですよ。その動画をね、あのレリウムの方が見てくれて、今回店舗に呼んでいただきました。ありがとうございます。実はですね、先週レリウムさんで一応撮影したんだよね。越谷まで行ったんだけど、けどね、まあ今も鳴ってる通りちょっと音楽の問題でその動画ちょっとお蔵入りになってしまって、今回リベンジで大宮にやってきましたね。いい動画撮りたいと思います。ということで行こう。はじめまして。タツオシビの達也と申します。店長の石野と言います。あ、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。このルミネ大宮店は、はい、昨日オープンしたんですか？そうです、昨日ちょっとオープンさせてもらったばっかりでして、出来たてほやほやっすね。はい、匂いが新しいもんそういえば リーガルの動画取り上げていただいてましたよね。あ、そうです、紹介させてもらって拝見しました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。このお店にも置いてあるんですか？はい、これですね、これ、はい、これはあの僕がね紹介したレリウム別注のサイドゴアブーツです。このね曲線、これいいよね。これね、僕あのめちゃくちゃ履きまくってて。あ、どうもありがとうございます。いや、もうかなりシワ入っちゃって。そのぐらいのがかっこいいですね。そうですよね、はい、味が出て。スウェードの方とかは履いたことありますか？いや、スウェードなくて、これ、はい、迷ったんですよ。すごいスウェードかレザーかで迷って、はい、こっちの方が無難に合わせやすいかなと思って。そうですね、スウェードもそれこそジーンズと合わせたりとか。あ、かっこいいですね。カジュアルで、はい、ちょっと履いてみてもいいですか？もしよかったら。はい、ちょっと片足だけ、はい、失礼します。はい、来ました。スマートだな。これでね、誰でもハリー・スタイルズになれるっすね、これ。ハリー・スタイルズがよくなんかこういうサイドゴアブーツ昔履いてて。はいはい、ハリー・スタイルズ、サンローラン。あ、サンローランですか。商品をこう企画するところにすごいサンローランとか好きな人がいて、その人がリーガルにちょっと話をして、はい、サンローランのシャープな感じのものをちょっとイメージしてると思って。あ、へえ、通りで面影があるわけですねそうなんですよ。なんかあの僕太いパンツばっか持ってて、ただそのハリー・スタイルズはすごいスキニージーンズに合わせてて、はいはい、合わせ難しいかなと思ったんですけど、これワイドパンツに合うんですよね、すごい。全然、むしろその外しじゃないですけど、はい、こんな感じで合わせていただいてるのすごくかっこいいと思います。そうですよね、はい、スウェードはブラックとブラウンの展開ですよね。あ、そうです。スウェードもちょっとヨーロッパのなめしのちょっと別注というか。あ、そうなんですか、はい、使ってるスウェードめちゃめちゃやっぱいいスウェードなんですよ。へえ。表情が結構履き込んだ時にも白っぽく雰囲気出てくるので。へえ、はい、ダンディズムですねこれはね、ぜひみんなにも履いてほしい別注アイテムです。あの僕ちょっと入店してから一番目に止まったのがちょっとこのビルケン、はい、あ、ビルケンストップのサンダルですね。やっぱ夏はビルケン履きたいっすね。最高です、はい、本当にビルケンね好きなんです。これが一応あの大分と宇治っていうモデルで、はい、これが大分っすね、はい、でこっちのフラップが2連になってる、こちらが宇治っていうモデルです。へえ、はい、グリーンの方はもうザ・宇治って感じですね。そうですね、抹茶だね。抹茶っぽい感じの、はい。なんで今肩抜抹茶だで履いてる方もちょっとまだ少ないかなって感じで。ジャーナルに来なきゃ買えないビルケンだ。そうです、はい。ちょっと黒履いていいですか？あ、もちろんです。まずこの、はい、大分、はい、履きます。大分、はい、自分で履きます、履いてみました、これ大分。あ、
シンプルでいいですね、大分。そうなんですよ。そういうふうにソックスオンで履いてもすごくこうかっこいいと思う。確かに確かに、はい、見てこれ。しかもこれあれですよね、あの、はい、フィット感調整できるんですよね、これで。フラップをテープで調整できるようになってまして。あ、2つもついてるんですか、はい、マジックテープが。そうなんですよ。完全に自分の足の形になじませられるっすね、じゃあ。そうですね。これでちょっとじゃあ次この宇治、はいはい、お願いします。これもね、ちゃんとあの調整して開けます。これあのここがスウェードで、 これがレゾーか。そうですね。あ、異素材の組み合わせで切り替えてますね。いいっすね、はい、この抹茶の宇治抹茶です。宇治抹茶いいっすね。ビルケンってそうだな、スウェードとレザーどっちが人気なんだろう。スウェードのやっぱりサンドベージュとか、はいはいはい、ああいうイメージ持ってる方ってすごくやっぱカジュアル履きされる方多いかなっていう。確かにそうですね、はい、ガチなおしゃれな人は俺レザーのビルケン履きこなしてるイメージっすわ、はいはいはい、こういうやつこういうやつ。え、これなんかソールブラックのやつもあんすね。コルクソールを黒染めしてるモデルと、これとかはそうなんですけど、ま、黒染めしてて、でこっちとかだと、はい、全部ここがもう革になってるんですよ、ね、あ、全て革になってる。あれ、これコルクじゃないってことか。コルクじゃないんです、レザーで。すげえ、やっぱビルケンいいな。夏はビルケン、夏はドラえもんみたいそんな感じだった。ドラえもんみたいな。僕あのやっぱりジャーナルスタンダードのイメージが強いんですよね。なんかその、あ、そうですよね。レリウムさんもよく川崎の方は昔よく行ってて、なんか違いというかお互い各々なんか個性みたいなあるんですかね、はい、そうですね。レリウムはジャーナルと比べると、はい、ジャーナルは20代半ばぐらいの、はい、感度が尖ってる層をメインに添えてるんですよ、はい、うちはどっちかというとその先というか30代半ばぐらいの昔こうファッションを楽しんでたけど結婚されたりとか広がってる中で、はい、ファッションをもう一度楽しみたいなって思ってる方をターゲットにしてます。ここもそうだしラゾーナもそうだけど、うん、商業施設多いね。あ、確かにそうなんです。あ、そういうところに入ってるイメージですね、はい、ファミリーの方だったりとか。あ、はい、たっちゃんの子供ができてさ、うん、奥さんと子供さできるかなできるかな。いや多分無理、最近俺無理だなと思ってきたわ。あ、もう彼女作るの難しい。彼女いますか。あ、僕は結婚。あ、すいません、続いて。いえいえ、ご結婚されてるんですね、はい、あ、こちらの指輪がそういうことなんですね、はい、そうです。これがこの結婚指輪で、あ、はい、いえいえ、それちゃったんですけど、はい、なんかテーマとか毎回あるんですか。うちがやってるのはカリフォルニアっていう。ダニカリフォルニア。あ、そうです、そうです。レッチリすごい好きなんですよ、はい、いいっすよね。いいっすよね、はい、本家とカリフォルニアロケーションっていうロケーションあの名前がついていて、おちょっと古着とかをライフスタイルにこう取り入れてかっこよくこう着てるような向こうの方というか、ちょっとよかったら紹介しますね。お願いします。はい、ちょっと全然僕のイメージっぽくないんでなんかワクワクしますね。確かに。あ、ここはカリフォルニアゾーンですか。こういうアイテムとかどうかな。なんすかこれ。クロシェニットっていうアイテムで、へー、レース編みの手法で作られているこうシャツなんですけども、こういう感じのちょっとスラックス調のイージーパンツとかに合わせて、はい、こういうことっすね。そうです。え、これもうあれじゃないですか、このさっき履いたこれじゃないですか。あ、そうですね。これで革靴とか履いてもらうと可愛すぎなくて、これ自体は可愛いと思うんですけども、甘辛ミックスで、これこそハリーじゃないけど。確かにこれハリースタイルズこうですね。そうですね。これ、はい、ダンティーズいや、ちょっと着させてください。もちろんです。試着してみてください。お願いします。どうぞ。いくよ。はいはい。わあ、どうでしょうか。お疲れ様です。ありがとうございます。最高やないの。だいぶ大人ですね。めちゃめちゃかっこいいです。グリーンと黒がすごくお似合いですね。大人で色いいですね。本当なんかやっぱこのサイドゴーズマジで何にでも合いますね。本当に本当に結構万能なんですよ。万能っすね、はい、うわ、スウェードもいいなこれ。結構女性様とかも買ってっていただいてて。あ、そうなんすか。そうなんですよ。割と結構ああいう可愛らしいカラーとかもたくさんあるので。なんかこのニットシリーズいいっすね。 ありがとうございます。本当にこうやって画面上で見ると本当に見たことないわ。これないよな。ない。でもさ、いけない、いけてない、いけてる。
これがね、大人の余裕ってやつだよな。これな。オリジナルのアイテムたくさん見させてもらったんですけど、はい、他にも別注アイテムありますか？はい、まずこの辺りとかもすごくおすすめしたくて。あ、この辺も、はい、え、これそうなんですか？新潟三条のスノーピークさんにうちのお店が、はい、別注してるアイテムでして。スノーピーク別注、はい、結構アメリカにこうお店できるぐらい洋服もめちゃ人気あって、背面がスノー、前がピークみたいな。そうプリントもので、うちのネームも入れてもらって。あ、本当だ、はい、スノーピークレリウムになってる。 そのこのなんか上にあるコーラーってのも、はい、アウトドアブランドの別注ですか？これもちょっとうちのブランドが別注してるシリーズで、こちらに置いてある T シャツとかキャップとかも。これがそうなんだ、はい、もうちょっとなんか被ってみようかな。もちろんです。結構サンガードがついてまして。本当ですか？あ、そうなんですか？こういう、あら、普通にサンガード便利だ。これディズニー行けんぞこれで。どうですか？いや、すごくお似合いです。ちょっと今日のテックっぽいスタイルにも合いますね。合いますね。ツナウトドアブランドっていうよりは、はい、結構スケートボードとかスノーボードにこう精通してるような人がこう一緒にやってるブランドだったりするので、純粋にこうツナウトドアブランドよりもこうシティっぽいというか、ストリートっぽい感じ。はい、すごいかっこいいです。すげえかっこいいです、はい、これバッグっすか？あ、これもカバンで。これなんかすごい気になったんです。こうちょっとキャリーバッグというか、ビールとか入れながらこう持ってるチェア、座れるの。ちゃんとただの椅子じゃないんすね。はい、ここに金具ついてて、これ取るとそうカバンだけで使えて、椅子にもなる。じゃあこれこうやって座れちゃうわけだ。はい、座っていただきます。便利っすね。すごい使い勝手がいいですよね。なんか最近ポケモンカードすごい貼ってるらしくて。そうなんですか？そうっす、なんかもう並びらしいんですよ。ね、だからそうっす、これでこれ持って行って、で並びで座って、でこれ買ったらこの中入れて帰れるっていう。ほら、面白いな。はい、そういえば達也さんにすごくこう提案したい、はい、ドメブラがあるんですよ。ドメブラあるんですか？はい、別注でやらせていただいてるんですけども、はい、紹介します。あ、お願いします、はい、これか。はい、え、これどこのですか？ダイワっていう日本の釣り具屋さんからスタートするブランドなんですけども。ダイワってあのダイワピュアのダイワですか？そうです、ちょっとライン違いですけど、大元のダイワさんに別注かけてるロックでして。かっこよ、これ。結構いろいろある。今日もあれなんですけど、はい、テック寄りの服ハマってて、はいはいはい、これいいっすね。本当は今これ店頭にない商品で。あ、そうなんですか？はい、6月上旬に入荷予定の商品なんです。今ちょっと予約をお伺いしていて。あ、今日僕のために用意してくれてたんですか？その通り。すいません、ありがとうございます。カラーも落ち着いた感じでいいっすね。そうですね、ちょっと30代オーバーの方とかが品よく取り入れてもらえるちょっとカラーかなと。へー、はい。じゃあ俺もう今日さ、このブラックの台は着るわ。あ、今日のイメージそれにしちゃう？今日もうなんかこれ着たいわ。どうもありがとうございます。試着してみてください。あ、着替えてくるぜ。はい、ということで台は着させていただきました。はい、あのめちゃくちゃかっこいいっすね。ハットからベスト、そしてね T シャツでパンツ、シューズはあのあそこにあったあのハイテックを選びました。ハイテック、これもいいっすね。これで1枚アンダー。あ、マジっすか？はい、ちゃんとこれ防水とかですね。そうです。え、そうなんですか？防水作用がある。キャンプ行けちゃうよみたいな。このまま行けます。行けますね。大人テックでちょっと僕は選んだんですけど、でもやっぱさっき着たあの半袖ニット、あれもすごい良かったですし、セレクトショップの良さっていろんなファッション楽しめるとこですね。本当に。そうですね、うちは特に広いので、はい、ちょっといろんな洋服試しに来ていただくだけでも楽しめると思うので。はい、昨日オープンしたばっかなんで本当にいい香りがするうちにぜひ来てほしいです。
越谷レイクタウンの方にもちょっとショップを構えさせていただいて、埼玉の近隣の皆様はぜひぜひ遊びに来てください。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー楽しかったね、レイユね。今日はさ、やっぱなんか新たな自分を見つけられたような気がしたよ、俺は、うん、友達とかもちろん家族連れで行くのもすごいいいと思うので、皆さんもぜひジャーナルスタンダードレイユにお邪魔してみてください。新たな自分を見つけられたってね。ここでニュータスポッチ、テックともごっちゃごちゃ